皆さんこんにちは、花丸帝国です。今回から週刊花丸通信と題しまして、コウペンちゃんのイベントだとかグッズだとか、そういった新情報などをたっぷりと詰め込んだ1週間の振り返り動画を投稿していこうと思います。これを見ればこの1週間で起きたコウペンちゃん関連のニュースが丸わかりなので、ぜひ最後まで見ていただいて最新情報を逃さずチェックしていきましょう。最新情報の他にも僕自身のプライベートな個人的なお話とか、コウペンちゃんの縫い撮りなんかも登場したりするので、そこはねお付き合いいただけると嬉しいです。それでは早速始めていきましょう。登録してね。それでは4月の1日から見ていきましょう。この日は東京の渋谷の 0% 渋谷にて花丸らんまんポップアップストアが開催されました。こちらはポップアップストアということなので、基本的にはグッズの購入が目的となっているお店なんですけども、こちらの店内にはお花がいっぱい飾られていたりとか、お花をテーマにした原画が多数展示されているなど、様々な癒し要素が満載なんですよね。僕も初日に遊びに行った時の動画を過去に投稿していますので、気になる方は見てみてください。続いて4月の2日、この日は栃木県の岩下の新生姜ミュージアムにて、マスコットキャラクターである岩下ちゃんのバースデーイベントがありましたよね。こちらの岩下ちゃんのお祝いなんですけども、なんとコウペンちゃんも駆けつけてくれたので、コウペンちゃんファンの方も数多く訪れていました。こちらも僕も実際にね、遊びに行った時の動画を投稿してあるので、気になる方は見てみてください。そして4月の3日、この日は大人のペンギンさんの誕生日ですよね。いつもコウペンちゃんを優しく見守ってくれて本当にありがとう。ルルテアさんからもこちらの素敵なイラストでお祝いでした。さらに僕たちへのプレゼントとして iPhone そして Android 両方に対応している素敵な壁紙まで、投稿されていました。ルルテアさんの Twitter からこちらの壁紙保存できるんですけども、わからない方はこちらの動画の概要欄の方にルルテアさんの Twitter のリンクが貼ってあるので、ぜひチェックしてみてください。そして4月の4日、この日は皆さん大好きコウペンちゃんのお誕生日ですよね。ついにコウペンちゃん6周年を迎えました。おめでとうございます。そしてルルテアさんからはこちらの素敵なイラストでお祝いでした。さらにね、僕もかなり質素なんですけども、コウペンちゃんと一緒にね、誕生日ケーキを食べました。そしてこの日もルルテアさんから素敵なプレゼントとして、コウペンちゃんの、素敵な壁紙も、一緒に投稿されていましたね。こちらも iPhone、そして Android 両方に対応しているので、気になる方はチェックしてみてください。僕もこちらの壁紙、今現在も使わせてもらっています。スマホのロックを解除するたびにね、とても嬉しい気持ちになるので、これはおすすめです。そして4月の5日、この日はね、僕が見てきた中だと特に新しい情報は何もないかなって感じでしたね。もしこの動画を見てくれている方の中で耳寄りの情報があれば、ぜひコメント欄にて何月何日にこんな情報がありましたよってね、気軽に保管していただけると嬉しいですね。そして4月の6日、この日も僕が見てきた中だと特に何も目新しい情報はなかったと思ったので、グダグダとお話ししてもあれなんで、サクサクと進んでいきたいと思います。そして4月の7日、この日はね、アベールにてコウペンちゃんのルームシューズが、発売されるとの発表がありましたね。こちらは青と緑の2色で展開されていまして、値段の方は税込み1320円なのでお手頃価格で嬉しいですよね。で、こちらはオンラインの販売にも対応しているとのことです。4月の15日に発売とのことなので、気になる方はね、忘れずにチェックしておきましょう。
4月の8日、この日もね、特に公式さんからの最新情報はなかったんですけども、個人的なお話ですがね、毎週土曜日の夕方の6時から放送している名探偵コナンというアニメの中で、黒の組織のナンバー2であるラムっていうね、キャラクターの正体が判明する神回がこの日放送されていたので、個人的にね、激アツな一日でした。4月の9日、この日もコウペンちゃんの情報はありませんでしたね。なので、コウペンちゃんと一緒にお出かけした時に撮った、コウペンちゃんとチューリップのぬい撮りを載せておきます。とっても可愛く撮れたのでね、ぜひ皆さんにも見ていただきたくて載せてみました。花丸らんまんポップアップストアでもね、チューリップと一緒にコウペンちゃんいましたからね、実際にチューリップが見たくなって、行ってきました。登録してね。はい、ということで記念すべき第1回目の週刊花丸通信は以上になります。こういった振り返り動画って実は去年の夏頃ぐらいかなからね、ずっと投稿したいなって考えてはいたんですけども、いかんせんどのタイミングで投稿を始めていいのかがね、なんかわからなくて結局投稿できていませんでした。なので、まあ新しい節目である、まあ新年度から投稿することにしました。これからね、週間なので、まあ1週間に1回ぐらいのペースで、まあちょっとずれたりはするかもしれないですけども、おおよそまあ1週間に1回ぐらいのペースでこんな感じで週の振り返り動画を投稿していけたらだと思います。大きなイベントとかグッズ紹介に関しては僕も動画投稿今まで通りやっていきたいんですけども、どうしても小さい情報なんかはね、どうしても漏れが今までもあったので、こちらの花丸通信を通じて、漏らすことなく最新情報をチェックしていただければなと思います。こんな感じで約1週間刻みでしっかりと動画の方は区切って作っていきたいなと思うので、もしかすると1週間すべてコウペンちゃんの最新情報ないっていうね、そんな日も起きそうですよね。今回の期間に関してはコウペンちゃんのお誕生日とか大人さんの誕生日とかね、いろんなポップアップストアとかそういった情報がてんこ盛りだったので、すごい中身の濃い動画になったとは思いますけども、もしかすると何も情報がないっていう期間もこれから来そうだよね。できる限り楽しくね、動画の方を作っていきたいと思いますけども、全く中身のない動画に期間になってしまう日もあるかとは思いますが、そこはね、なるべく寛大な心を持って、動画の方を見ていただければなと思います。僕もなるべく皆さんを楽しませられるように日々可愛いぬい撮りをたくさん撮ったり、いろんなところに耳を傾けながら最新情報ね、耳寄りな情報をたくさん入手できるように頑張っていきたいと思うので、よろしくお願いします。それではこの辺で記念すべき第1回目の週刊花丸通信終わりにさせていただきます。また別の期間とか他の動画でお会いしましょう。